山川博士から1898年2月4日は、日本の武士、陸軍軍人。最終階級は、陸軍少将、異界君等借位は、十三味君三等男爵。陸軍省人員局長兼市長局長、総務局政規課長、高等師範学校校長、貴族院議員を歴任した。明治初年までの意味は重坂へ、字は、しすけ、 通称はオクラ、アタエシチロウ。ゴーは、トリュコ。父は、アイズハンコッカロウ、山川シゲカタ。母は、アイズハンシ、西郷金都市の娘、エン。姉に、山川二葉、弟に、山川健次郎、妹に、山川時は、大山捨松らがいる。万円元年、父の死去により、家督を相続する。文久二年、藩主。 松平片盛の京都市御職拝命に伴って上落した。慶応2年には幕府の県路施設団の一員としてフランスへ渡航し陸路、プロシアなどを経てロシアを訪問した。この際にヨーロッパ諸国の発展ぶりを見分して世界の大勢を知り劣勢である自国を帰り見て上位の日を悟ったと伝えられている。戦争では戸場の戦いを経て 江戸、合津へと転戦するなど、若年寄りとして、戦費調達や、反兵の西洋化などに尽力した。日光口の戦いでは、土佐藩の谷田敵が率いる部隊を相手に戦うも、敗北し、合津西海道の藤原まで撤退した。藤原では追撃してくる敵軍を敗走させた。その後敵軍は、中村藩次郎が来るまで日光口からは、合津に突入することはできなかった。 続く、藍津戦争では、鉄兵が遅れたため、すでに包囲されていた、藍津若松城に入城できなかったため、藍津地方の伝統芸能、悲願寺市を戦闘で回せながら、この勢いに紛れて入城するという奇策を使った。牢城中は、防衛総督として戦った。若松城落城の際に、妻、土瀬が爆死している。戦後は金庫禁止に処せられ、明治三年には、 藍津藩が転放された先の都南藩県第三次に着いた。しかし、都南藩の実習は少なかったため藩主らの生活は困窮し、自身も妹、佐紀子を函館へ里子に出すなどの苦労を重ねている。山川博士廃藩地県後は、青森県に出資したが、母親戦争での活躍を知る谷田敵の推薦により、明治6年に陸軍に発党出資した。 同年陸軍少佐として、熊本鎮大に移り、明治7年には、佐賀の乱で左腕に重傷を負ったが、軍港により、中佐に昇進した。明治10年の西南戦争では、陸軍中佐、政党軍団参謀として出征した。熊本鎮大司令長官、谷田敵が立てこもる熊本城は、西郷軍が攻撃中であったが、選抜隊を率いた山川は、戦火の中を、 熊本城へ入城し、救援部隊第1号となった。西南戦争を、合図藩名誉回復の戦争と捉えており、薩摩人未や東のマスラオが下げ白たちの危機か、ドンキかという歌を読んでいる。明治13年には陸軍大佐に進級した。明治19年、文部大臣、森有則の命により高等師範学校の校長に、任じられた。 付属中学の交友会である、切り影会の会長も務めた。明治20年、高等師範学校の付属学校について、次のように述べている。付属公園は、全国学校の模範たるべきものである。しかるに規律なく乱雑では仕方ないから、これを改革するために努力せよ。そのためには、全生徒に退学を命ずるもよし、あるいは授業料を3倍にし、 従来の生徒のこの校にいるのを引かせるのも良い。当時の授業料は50銭で、生徒は600数十名だったが、授業料を値上げしてもほとんどが在学を望んだため、増収により良い教師を招聘して、大いに校風を新規することができた。山川は軍人であったため校内規律を厳しく締め上げた。このため校内は秩序生前としたものになった。その後は、 陸軍省省に進級したが、陸軍省総務局正規課長を最後に、予備役に編入された。明治23年7月、第1回衆議院議員総選挙に、旧合津藩領である、福島4区から立候補した者の,の落選するが、同年の9月29日に、貴族院議員に直選された。谷谷谷蘇則助と共に、院内会派、懇和会を旗揚げして、 貴族院三将軍の異名を取った。明治31年1月26日、軍務等の孔により、男爵に除せられた。同年2月4日皇居。改名は、中列院伝安守誉れ、桜山大古寺。墓は、青山霊園にある。山川男爵家は、妹の時和と、妹婿、山川徳寺の息子の保子塔、ついで保子塔の弟の角。 ついでこの弟、健次郎の四男の剣と養子入りにより病跡を保った。ありがとうございます。